黒く染めなきゃいけないその弊害、どんだけやれるかみたいな、うん、未来を持たせるっていう提案だけは、ね、より上手くなってる自分で、まあ自分が頑張らないとなって思わないですね。義務教育に入れたいぐらいそうそうそう。シアの青山店を代表してます佐藤と申します。トニー&ガイジャパン青山サロンのカラーリストをしてます岩谷と申します。サロイン自由が丘店でフリーランス美容師をしている松山正成です。ところですよねやっぱり、ね、僕でも岩谷さんのヘアキャンプ買ったんですよ。マジっすか、はい、やば買ったんですけど、僕の中で岩谷さんって多分十何年も積み上げてらっしゃって、もう、はい、もうめちゃめちゃ大先輩がやってかっこいいなと思って、でもなんか僕、まあ、技術当たり前にめっちゃうまいのはもちろんですけど、はい、一番感動したのが、はい、そのマインドの部分で、はい、なんか質問で白髪染め使うとか使わないって、はい、まあ、どっちでもいいし、お客さんが結局適切に過ごして適切なカラーができたら別に本当にどっちでもいいですって言い切ってらっしゃったとか、あれが一番超かっこいいなと思って。今までやっぱ白髪は白髪染めだけっていうのはあったので、うんうん、で、まあ、その白髪染めを使う弊害っていうのがやっぱり、うん、あると思うんですけども、うん、白髪染めの特性をちゃんと使いこなせば、うん、別に白髪染めでもいいと思ってて、そう、うん、ただその白髪染めを使わなきゃいけないっていうのは美容師自身がなんか洗脳されてたというか、一回美容師として白髪染めの特性と白髪染めじゃないカラーの特性っていうのを、うん、まあ、まず美容師が的確に把握して、うん、それをお客様に伝えられればいいのかなとは、うんうん、はい、同じカラー剤ですからね。そうですね、同じカラー剤なんで、うん、どこに使うかっていうのそうですね、はい、ほんと名前でこう分かれてるだけなので、うんうん、そうですね、実際僕もなんか最初はそのファッションカラーだけで染めるっていうのにこうなんか売り出したこうやってたんですけど、はいはいはい、でもやっぱり白髪染めには白髪染めなりのこういいところがあって、うん、そうですね、そうやっぱりあの深みが出たりとかツヤが出るっていうのは絶対グレーカラーの方が得意だし、うん、逆に毛先に使ってもいいだろうしとか、はい、そうだからそこを否定するっていうよりは両方のいいとこをこう、そうですね、そうお客様に合わせるっていうのはやっぱ大事ですよね、うんうんうん、そういうのすごくやっぱやってて変わってきました僕も。僕もそうですね、はい、僕も本当そうです。ただその白髪染めじゃないと染まらないっていう認識が非常に強いじゃないですか、うん、そうですね、お客さんがそう思ってますね。そうそうそう、だからなんで白髪染めは白髪が染まるのかってとこを把握できれば、うん、白髪染めじゃなくても、うん、まあ、そういう調合ができたりとか、うんうんうん、するのかなとは思ってますね、うん、そう、なので、まあ、結局お客様が何をストレスと感じてるか、うん、日常でっていうのを理解できれば汲み取れれば、うんうん、それに見合った的確な技術と薬剤とっていうのが、うん、まあ、提供できるのかなとは思いますよね、やっぱりね、1年半前2年前ぐらい雇われてて、で独立したいと思ったんですよ、フリーランスになりたいと思って店長やってて降りたんですよね、独立したいって言ったら、はいはい、で移動してで20分先の駅に降りて僕80万1ヶ月で売り上げが下がって、はい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 、でフリーランスなのに80万下がって俺生きていけないって思って、その20分先についてくる自分の技量とか接客がないんだったら何か人と違うものを見つけないといけないなと思って、でその時あのサインの泉さんという方のセミナー、ハイライトのセミナーを受けてすごい上手だなと思うんですけど、自分がこれやってもお客さん集客できないなと思った時に思いついたのがその白髪染めとハイライトを融合させたその脱白髪染めハイライトっていうのをやって、初めはもう完全にビジネス展開で考えたんですけど、やり始めたらめちゃ楽しくなっちゃって、まあ今こういう感じのマインドに変わったっていうのが一番僕は初めてでした、ね、ビジネスって言葉をフォーカスしちゃうと、うん、そういう風に聞こえちゃうかもわかんないですけど、うん、根本そうですよね、まあ、結局ニーズに応えないといけないかな、そうですね、僕の場合は、今17年勤続してて、入社した時にトニー&ガイで分業制がスタートしたぐらいの感じなんで、会社としてはそのカラーリストを輩出したいと、でそれで、まあ、1年目だし男だしお前どうなのみたいなかなり軽い感じで言われたんですけどなんだろうな、不純な動機なんですけど、もう競争相手少ないなと思って、あ、なるほど、まあ、カラーリストってのなって、だから最初のスタートっていうのは結局スタイリストのお客様を紹介してもらってっていう流れだったんですよ、しばらく。あ、なるほど。そうで、まあ、時代も時代だったので白髪染めもちろんガンガンやってたし、リタッチとかめちゃめちゃ多かったし、だからカラーを塗る人だったんですよね、はい、その時は、そうだけどそれで売り上げ上がってるんだけど、なんかこう自分じゃなくてもできるんだこれみたいな、でレシピ残しとけば別に他の人でもいいしみたいな、確かに確かに、僕のやりたい仕事ってこうこれじゃないなと思って、自分じゃないとっていうところ作んないとなと、ただやっぱりそのニーズとしては白髪に悩んでる人が圧倒的に多いと思うんで、
っていうので、まあ、その白髪を深く考え始めたっていうのが一番、まあ、発端ですよね、うん、で僕も最初そのハイライトでぼかしてっていうのをやってたんですけど、うん、今生えてる白髪をハイライトでぼかすのと、うん、伸びてきた白髪がブレンドするのってまたちょっと違うと思うんです、うん、アプローチが伸びてきたところを退店後、次にご来店までの間の日常に一回フォーカスして、うん、でそうすると今ある白髪をぼかすのからちょっとずつ、まあ、変わってきたかなっていう、うん、こう日常でこのグレーカラーっていうのはこう向き合ってたんですけど、うん、やっぱ10年前ぐらいとかですかね、その明るい白髪染めみたいな感じで、トーンが多分7レベルとかの人たちが9ぐらいに上がってきた、こうカジュアルに変わった時あったと思うんですけど、ダブルカラーで脱色してこう明るくしていったりとかっていうのがすごい盛んに行われてたんですけど、やっぱり戻ってくるお客様たちが髪がこうどんどんボロボロになっていったりとか、うん、これなんかどうにかなんないのかなっていう疑問点ですかね、うん、なんかそういうのの積み重ねですかね、うん、だんだんこのハイライトに変わっていったりとか、はい、あの頭皮につけないように施術したりとかっていうふうに、まあ、徐々に変わってきた感じですかね、うん、なんかでもやっぱり SNS で発信する目的ってやっぱり認知されることだと思うので、うん、認知されれば僕は何でもいいかなと思ってるんですけど、うん、そう、ただ知ってもらわないとまず話にならないなと思うので、うん、今の時代は認知されて、例えばお客様が来ていただいた時にその裏付けとしてちゃんと技術がないとやっぱり答えられないし、うん、コロナの、去年4月弊社も、クローズしてたんですけど1ヶ月、うん、それまでフォロワー4000ぐらいだったんで、はい、あ、そうなんですね。そうそうそう、4000ぐらいで、で、まあ、いろいろ考える時間あるじゃないですか、うんうん、仕事できなくなって、まあ、自分が発信したいことを発信してたなっていうのにちょっと気づいて、うんうん、役に立つ投稿しないとと思って、で専門用語使うのやめたりとか、自粛明けの5月からガラッと投稿を変えてやってったら本当にちょっとずつ伸びてきたみたいな、結局インスタもあのオフラインの施術も全て悩み解決でしかないから、悩みが解決できたらインスタのフォロワーは、まあ、多分伸びるし、僕も一回もバズったことがないんですよね、うん、で多分延々バズる自信がないですけど、あ、それは分かります、はい、継続することがやっぱ重要かなと思うので、あの、まあ、バズると難しくなっちゃうんで、当てようって思って投稿してないんで、そうですね、うん、確かにみんなあのバズるバズる、そう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 、うん、それ一辺倒なんですけど、そうじゃないよっていう、そうなんですよね、うん、本当になんか自分のやってるこの、まあ、対いらっしゃったお客様に向けて日々プレゼンしてるじゃないですか、うんうん、ただそれをこう SNS に載っけてるだけっていう形ですよ ね、はい、カウンセリングで時間かけられますか？かけます。結構かけられます。僕は結構かけます。なんか別に何分って決めてなくて、お客様が不安な状態で施術に入らないっていうのだけ決めてます。あ、なるほど、はい、じゃあもうこう会話キャッチボールで、そうですね、はい、会話が合致したらじゃあ始めましょう、ね、そうです、そうですね、はい、ほとんどのお客様が事前にあの LINE でこう事前カウンセリングが終えた状態で来てくださるので、新規の方はそうなのでめっちゃ大変なんですけど、そうですね、それ返すの結構な、そうそうそう、一人一人返してるんですごいですね、まあまあ大変なんですけど、なんかライムのアプリ使ってるんですけど、まあそれで感想来たりとか、あと僕一人でやってるんで、やっぱ予約の制限が本当もうなんかもう新規の人はもう予約取れないんで、一回こう街のグループみたいなの入ってもらって、それで順番でこう来てもらう感じになっちゃうんで、だからその順番が決まった時に髪の長さだったりとか、まあ悩みがどれぐらい深いのかとか、まあ、ある程度今日の限界値をちゃんと伝えて、で次来た時にまあよりいいですよっていう、まあ、その未来を持たせるっていう提案だけは顧客もそうですね、顧客の人にも、まあ、今日こんな感じですけど次もっとこうなるんで、で僕も頑張るんで、お客さんもちゃんとこのシャンプー使うとか、うん、ドライヤーかけるとかちゃんと努力をしてくださいっていう、お客さんのちゃんとやってほしいことも伝えるようには提案としてはしてますね。一人にかける時間が結構限られてきちゃうんで、なんかもう本当今日ここできる、まあ、最大限のこうやれることっていうんですかね、うん、だから結構ワンメイクの中でどんだけやれるかみたいなのにだんだんこだわっていっちゃって、うんうん、それすごいっすよね、ワンメイクでどんだけこだわる、そうっすね、でもなんか時間枠がそこでしかこう予約を取らないようなサロンになってるんで、うん、そこの中でなんかどこまでできるかなっていう風な、なんかどんどんそっち側に今、うん、向かってますね。いや、いいっすね、追求されてますね、めちゃ、うん、でも白髪そのまま活かせたら理想ですよね。まあそうですかね、はい、うん、なんかやっぱりその悩んでる最初の方ってその履歴があるんで、うん、
濃く染まってる、うん、だからブリーチが必要になっちゃうし、お客様的には当然時間かかんないで作れた方がいいのかなとは思うので、まさやさんみたいにその数回に分けてベースを作ってって、うん、であとは佐藤さんみたいにワンメイクでつなげていくっていうのが理想かなって、うん、理想ですよね、うん、思いますね。全国の白髪に悩む女性を救いたいって美容師さんがいるっていうのは最近本当に DM でよくもらうようになって、ない方の認知ってまだまだ美容師と圧倒的な知識の差があるので、だからそこの美容師じゃない方の知識っていうのをどうやったらこう上げられるかなっていうのはすごい。